皆さん、こんにちは。今回は後手番でやっていきます。相手の方は豊島先生ですね。はい、やっていきましょう。豊島大先生ってことなんですけども、四間飛車、四間飛車か、四間飛車ですね。四間飛車なんですね。角交換、15連勝かかってるんでね、連勝をかけた男の物語やっていく。連勝をかけし男の物語。いやー、これは勝ちたいね。15連勝って相当ないからな、10切れで。まあ途中鬼神挟んでますけど、途中思いっきり鬼神挟んでるんですけど、2筋の歩どこまで伸ばすか問題はあるんですけど、ちょっと伸ばしとくか。あ、こういう将棋嫌い。こういう将棋嫌い。そういうの、どうかと思うな、僕。まあなんか玉頭の位取って最後玉頭で勝つか。玉頭だけで勝つ将棋皆さんに見せていきますか。結局将棋って玉頭なんですよね。ここの位取って小瓶でガチャガチャしていけば振り飛車に対しては勝てると。そういうこと。振り飛車党が一番腹立つ発言はこれですね。ここついとけばなんとかなるっていう居飛車党の発言は、あの振り飛車党を発狂させるんで、あの振り飛車党の前ではそういった発言はしないように皆さんしていきましょう。これ金上がるか微妙やけどな。金上がると角の隙できちゃうから微妙やけど、まあくっつけとくか。いや、鈴木大介九段がくっつけるなって言ってたのに、その話して毎回鈴木大介九段がこの金上がると角ができるから良くないっていうのを動画でおっしゃってたっていう話をするたびに金上がってる気がするんですけど、あ、自分がですね、自分が上がってる気がするんですけど、学ぶ気があるんでしょうか、人の話を聞く気があるんでしょうか。まあ7筋の位取るか、次歩突き同歩同飛車があるんで、それを嫌うなら銀とか銀ですね。まあ銀でちょっと嫌っとくか。まあ銀上がるのもあるんですけど、ちょっと左側に駒偏りすぎかなっていう気がしたので銀上がっときます。あとこっち上がっちゃうとなんかこのラインが通りやすくなるんで、後々角が食らいやすいかなっていうのもあって、銀上がってちょっと二重にこのライン止めとくことで角打ちを警戒しているという説がありますね。はい、飛車回ってね、これどうせ次桂馬跳ねてくるんでしょ。もうあなたの手口はもう全てお見通しよと、全てお見通しで、桂馬もらった時にこれ桂跳ね同飛車歩突きっていう筋でよく逆襲してくるんですけど、桂馬もらった時に、歩突き同歩桂打ちで、こう、桂跳ねの反撃見せるために、ちょっとここ、突きましたというところで。で、桂馬跳ねて桂跳ねとか見せる？あと5筋交換するも、あるね。まあでも3筋ついとくか。まあ、桂頭を狙えるし。で、歩ついて。でもこれこそ一歩入ったら、ここに歩打てるから、歩突き同歩同銀でちょっと一歩入手しにくわる。ただ5筋から動いちゃうとなんか桂跳ねから銀逃げた時に叩きとか、桂跳ねと歩垂らしから5筋攻めるとか、いろいろ気持ち悪いんですよね。まあだから歩ついて桂跳ね防ぐか。桂跳ねを一旦防がせていただきまして、桂跳ね防がせていただきましてってことなんですけど、銀ファイターですね。それはちょっとファイターすぎない？多分これ金まっすぐ上がって、ピューンからピューンっていうのを狙ってると思うんですけど、その瞬間がバラバラすぎるんで、これは殴りたいね、歩突きから。この瞬間がバラバラなんで、ここで戦いを起こしていくと、言いたくなくない？それ。え、それは痛くなくない？同銀に歩取るっていうのが、まあ相手の方の狙いで手筋なんですけど、同銀で歩の時が手番になるんで、歩突きから殴っていけばいけるんじゃない？はい、勝ち。これ次歩取られ、こっちから取られたら一歩得なって、相手の方何してるか分かんなくなるんで取るんですけど、はいはい、気持ちよすぎるんですね。気持ちよすぎるんですね。さすがにこれだってこう歩歩成り同金ってなったら、桂打ちの金銀両取りまで見えてる形なんで、まあこれは藤井聡太大先生の29連勝を超える時が来たか。いや、まあ歩はな、歩は確かになんか嫌。銀引いたらなんか
ここの銀がチューブラリンなんで角で銀積みとか言われてもおかしくないんですけど、まあ一応大丈夫、一応世界観的には大丈夫。まあ引くしかないんでしょうね。まあ歩打つもあるけど、歩打つと銀引かれて、そこで銀逃げてるようだと歩取られて、ここに打つ歩がなくなってるんで、まあ引くしかないか。いや、取るとかもあったんかな、もう。いや、でもそれはちょっと、やからか。ちょっとやから寄りな気がしたんで、一旦ね、一旦冷静に、一旦冷静になっとくわ。でもこれ角が気持ち悪すぎるんですけど。いやー、やってきたし。で、銀取り受けるなら金上がりなんですけど、なんかワンチャン桂馬捨ててきて、同飛車にこう角出た手が飛車金両取りみたいな反撃してくるんですよね、多分。まあ一応それ飛車引けば、金に紐ついて、かつ飛車逃げれるんで受かるんですけど、まあ受かるからいいのかな。受かるからいいのかな。まあいいか。いやー、これはなんか猛者じゃない気がする。猛者はこうしない気がする。で、取ってきましたね。まあこれは、多分、歩打ったら桂跳ねてってことだと思うんですけど、まあ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 、まあ、乗っかりましょう。え？あ、ジッティング？これは桂馬取って同金に桂打ちを消した手ですね。いや、その辛抱のジッティングは、その辛抱のジッティングはすごいね。いや、まあまあ、一回取るか。でも確かに同金の時にどうするか難しい問題ってこと。銀出たい。銀出て歩取りに行きたいけど、歩伸ばして逃げられちゃう。そこで銀でいじめていくのはあるけど、角引かれて、あと一歩がないってこと？あと一歩の攻めがないってこと？いやー、なんかないの。いや、そらなんかはあるんでしょうけど。で、金上がってこの空取りに行きたいんですけど、金上がって空取っちゃうと、銀取られちゃうんで、金はいけへんのよな。でも銀は空逃げられちゃう。だるい。なんか意外にだるいんですけど。これが難しいなんてことあんの？世の中。金寄って固めたい気もするけど、それ角から角成り狙われる筋ができちゃうのがだるい。は？だるくね？え？もしかしてだるい？いやー、嘘ついてる気がする。風に金上がる？いやー、それはちょっと力強すぎませんか。銀出るのは？角出られてちょっと嫌？なんかいつでもブッチ見せられて。金出るのはもう多分歩とかで殴ってくんのよな。同歩に歩打って飛車をいじめるみたいな。そういう思想を多分見せつけられるんですね。そういう思想を見せつけられた時に、生きていけているのかどうかわかんないんですけど。いやー、これ一応まあまあ飛車回って殴りに行く手も見せれるからと思ったんですけど。で、あんまりゆっくりしすぎと本当にそれで殴られて何もできなくなって終わりっていうことになっちゃうんで、まあこれでちょっと殴りの姿勢見せて、まあ銀出るか。これは角逃げてくんのかな？もう夫婦だけで勝ちに来るとかそういう、いやー、そういう世界線か。いやー、でもそれはな、将棋の歴史上はこっち勝ち。歴史上はこっちが勝ってきましたね。将棋って歴史が覆されるからな。歴史上はそれだけで勝った人はいないんだけど、この歩だけで。ただ、これ相手の方は歩っていう分かりやすい狙いがあるのに対して、こっちはなんか何していいかよく分かんないんで、それがだるいっていう説はあるよな。それがなかなかのだるさを抱えてるという疑惑は発生していて、取ったら歩でしょう。角は金よりか。桂馬は銀引き。いやー、ちょっと待って。いやー、手がむずい。金出たら歩。ちょ、歩打ちたい。歩打ちたいけど、その歩がないんや。わしには。金出たら歩。叩いて。同金。いや、叩いてももう歩なりか。逃げて。いやー、ちょい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 。お手て見えない秒ですね、これは。角金引き、角成り。角金より角打ち、飛車。
いやーなんかこれ何していいか分からず、とりあえず敵陣を攻めてしまったけど、これ角が積んでても文句は言えない。角が積んでても文句は言えないね。あーそういう感じ。これなら取っといて、次桂馬があるんですよね。一応同銀なら馬で銀取るみたいな。で馬で銀取れればこうここに効いてくるっていうのも結構大きいんで、次桂打ちで金上がるのは角打ちが飛車金両取りみたいな感じで返せるか。はーい、まあ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 ってことっすわ。いやーすごい進歩。確かにそれで馬引いてるようだったら歩成りで勝ちに来るってこと。歩成りだけで、あでも一回引いて歩成って逃げとくか。歩成ってここ逃げといて歩で止めれるから、うん、歩で、あーそうか、歩打ったら取られる、それが飛車取り、同桂飛車成り、しゃーないか。いやーでも同桂だと結局飛車成られてるやん。同桂だと結局飛車成られてるんですね。でも飛車使っといて、どっかでそこぽがある、そこぽがあるよ。そこぽを信じろ。信じろ、そこぽ。いやー、それは銀打ちは同金同馬足りない。同馬は同銀足りない。馬を逃げる。馬を逃げますか。馬を逃げますか。いやー、相手陣、寄りそうでよら。腹立つ。これは銀で一応受かるけど。怖い？いやー。あ。両方受けるにはこれしかなかったけど、嫌な予感しかしない。これは嫌な予感しかしないね。ここら辺、いやいや、そうやってね、そうそうそう、いじめられて飛車引いたら、あ飛車引いたら歩、飛車浮いたら歩打ってくれたら飛車引いて、でも銀か角同流か同金で、これどう？あ、で、歩打たれるか。あ、取られる？取るのは？取るのは何？竜取り、馬取りではないね。馬は飛車で紐ついてるから。歩つくと取られる。歩つくと取られる。あー、さすでわからん。さすでがわからない。くっそ！なんだこれは。同銀ならなんか馬寄った手が金取りになるんですけど、同金でよくわからん。何なんこの手は、どういう意味があるんでしょうか。はーい、プロ、これが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 完全にプロ。この活用、これでも歩叩かれるの、次なんか飛車もあるか。これで飛車なれる。はい、プロ。一回プロに怒られた方がいい。一回プロに怒られた方がよくて、一回プロに怒られた方がいいと思っていて、これでも馬が玉頭を狙ってるから、飛車成りから香車取って香車で殴るとかあるよ。いやー、それは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 、飛車なってき、一回入るか。一旦入った。馬は同桂。馬の逃げ場所が意外とないのか。馬逃げると、歩とか。いやー、まあ、しょうがない。あ、歩打てない。はいに歩。はいに歩なんですね。はいに歩なんですね。いやー、これ1分で勝てんのかよ。残り1分で勝てんのかよ。残り1分で勝つ世界戦ある？いや、割とあるような気もするけど、ないような気もする。この桂馬取りに行くの？まあ、取っとくか。香車で。強者でしばこ。あと、夫婦とか桂馬取るのが意外に大きいとかある。でも、そう、とろいことしてると、時間足りないです。え、それと、あ、同金、同桂か。おい、同金、同桂。おい、同金、同桂やんけ。え、同金、同桂なんですけど。かっ、いやー。ああ金打たれる。金を打たれちまうよ。いや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 、マジで手見えん。マジ。いやー、ちょっと待って。手が本当に見えない。
これで、え、それは角。金金くくそ。俺はここで死んでしまうのか。あ、銀取られるのか。くそ。わしの言って言ってから、将棋の真髄を学ぶがよい。コマゾンがひどすぎるよ。コマゾンがひどすぎるよ。ロケット、ロケットに全てをかけろ。下町ロケット、そういうこと。そういう意味不明なことを言って相手をかく乱させていく。それが将棋、それが将棋。は？ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方はご機嫌中飛車ということでやっていきましょう。ご機嫌中ビス党、ご機嫌中ビス党ってことですね。はい。ご機嫌中ビス党の方がいらっしゃったんですけども。いやー、これがご機嫌中飛車か。これ最近流行ってますよね。このご機嫌中飛車。あー、そうそうそう。最新のご機嫌中飛車は、そう、ここで角交換してくるんですよね。で、同銀で、あえて中飛車にしないっていう。あえて中飛車にしないっていうご機嫌中飛車、最近流行ってますよね。最近の流行形っていうところなんですけれども、まあ腰掛け銀にするか迷いましたけどね。早繰り銀もあったんで迷ったんですけど、まあ腰掛け銀でいくというところですね。まあ早繰り銀は最近特にプロ間でも、昔もたまに見たというか、まあちょくちょく見るなっていう感じだったんですけど、それよりも増えたというか、本当に結構刺されるようになってっていうところあるんですけど、なんで有力だったんですけど、今回は腰掛け銀と。まあこのあたりは気分ですね。マックに行くかモスバーガーに行くか。まあでもそれは気分で決める人なんか。なんかマックとモスバーガーは結構論争を巻き起こしたやな。いやあれは気分で決めませんよと。絶対私はモス派ですとか、絶対私はマック派ですっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、最近私もマクドのハッピーセット買いまして、ハッピーセットってなんか3種類ある、今回のハッピーセットは3種類あったんですけど、そのうちの一つが動物将棋ということで、動物将棋を引きに、ハッピーセットを一つ買ってみたんですけども、ものの見事に外れましたね。はい、殴りに行きます。これ殴りに行っていいんじゃないかな。これ戦後同型の定石あるんですよね。玉がここで、相手の方も玉ここで。ここ、玉がここでっていう全く同じ定石があるんですけど、それも仕掛けていって先手がいいんですよね。で、今回後手が一手損してるんで、こっちこの玉一手囲う手が入ってて、っていうところなんですけど、この玉がここにいる形でも先手がいいってことは、玉ちょっと囲えてる形ならよりいいと思うんですよね。で、この玉ここの戦後同型の形の定石は同銀だったはずなんで、同銀で殴りに行きたいと思います。同銀同桂で、まあ、銀上がってくるんですけど、銀放り込んでみたいな。あ、てかそもそも同銀に同銀、その戦後同型の定石は同銀に同銀じゃなくて、銀まっすぐかわすとかだった気がするな。銀まっすぐかわしてどうかみたいな話だった気がしますね。で、銀は、同金だったら角打ちが飛車金両取りなんで金引いてきたんですけど、これ一旦歩で受けんのかな？ぬるい？そんなぬるいことしてる場合じゃない？いやーでも一旦受けてみるか。冷静とぬるいの狭間。まあでもこっちは銀なりとか銀ならずの楽しみがあるんで、まあまあもうそれだけで生きていこう。それだけで生きていけばいいんじゃないでしょうか。銀なり銀ならずがあるっていうことは、相手の方なんかあんま歩突きにくいんですよね。いや、ついてくるかもしれないけど。
どうせついたところで銀ならずとかでその根元の桂馬攻められるとなんかあまり風付きの威力がないからさー。なんですかそれは。え、見たことない。いや、ここでどう考えるか大事。定石知り尽くしてる、自称定石知り尽くしてる系イキリオタクの僕としてはそういう格は見たことないんで悪手なんじゃないかと、そういうことを言っていくのどう？イキリオタク的な感想。いい、それがいい手なら定石で出てきてるはずなんで、定石知り尽くしてる私が知らないということはそれはいい手じゃないと、そういうことを言っていく。まあ、定石知り尽くしてないんですけど、まあでもこれ実際角でどうなんかな。銀の行き場所ないんですけど、もう角ぶち込んじゃって、この角打ったせいで飛車がこっち逃げれないんで、ちょっと飛車が狭くなってるんですよね。例えば角打って同金同銀ならずで飛車横に逃げるならここしかないんですけど、金打ちで飛車詰むんで、うん、角で殴りに行って結構飛車が狭くて、相手の方飛車渡せる顔してないんで、結構うるさいと思うけどな、この角。どう、で、これ、同銀なりは、まっすぐ逃げられて、飛車が捕まらないので、同銀ならずがポイントですね。ならずなら、飛車浮きには、金打ちで飛車が詰むので、で、まっすぐ浮くのも金打ちで飛車が詰む。横に逃げるのも金打ちで飛車が詰む。というわけで、必ず飛車は詰みますね。そして飛車を取れば勝ちと言われていますから、これは勝ったんじゃないでしょうか。いやーでも結局これなんか上にヒュル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 来られてなんか入玉とか目指されてきて結局ややこしいんやろな。でこいつがニートでみたいな話になって、はい、ノータイムで飛車を取りに行く。ノータイムで飛車を取りに行く。空選手、これは成りかならずか難しいが、成りの方が桂馬を取る余地ができるから成りを選択していく。空選手、じゃあこういうネタで空選手とか言うとき本名言いそうで怖いんよな。別にもうもはやみたいなところあるけど、顔出した時点でもはやみたいなところあるんですけど、それはねちょっとだ、いやーまあまあそんなことせえへんか。いや一応これ手筋同金っていう手あるんですよね。で角打たれて飛車金両取りなんですけど、ここに飛車打つっていう手があって、金にも飛車にも紐ついてると、同角なりには同飛車で取り返せるみたいなあるんですけど、それで部分的には銀得できるんですけど、ちょっと飛車取られんのはめんどくさいんかな。それで飛車取られんのはめんどくさい。どうなんでしょう。とりあえず飛車打ってみる。いやでもとりあえず飛車打ったらなんかさっき言ってた飛車っていう受けができなくなるか。パー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 。どうするんでしょうか。金上がると、ならず。そこで金を寄ると角がやっぱり飛車金両取りなので、金を上がって銀ならずには金を引くんですけれども、銀を成ってきて次に角がこっちを殴る手を見せながら金取りと言われてめんどくさそうであると。金を引くのはあるか。まあ取って同歩桂馬とかあるんですけど、それなんか相手玉等がすごい危なくなるんで、それやってくれるなら自信ありって感じかな。引いたら金とか怖いけど、まあ、同金同銀ならず、飛車逃げて金打ち逃げ。一回引こうかな。冷静に。いやー、同金やったかな。今のは悩ましかったですね。いろいろ手があって、同金もあったし、金かわすもないはない。ないことはない。で、引くもあるし、あと一旦飛車でちょっと攻め合い思考でいくっていうのもあったと思うんですけど、選ばれたのは金引きでした。これでちょっと孤立を空振りにして攻めていく方が。で、多分相手の方はガリガリ攻めてくると思うんですけど、そこで一旦受けて、相手の攻めを受けてれば自然とこっち持ち駒増えていくんで、その増えた持ち駒を生かして、相手玉を殴りにかかると。そういう思想でいきたいと思います。で、普段の定石はこういう展開になった時に玉がここなんですけど、今回玉ここですぐ入場できる形なんで、それは土着ソでかいと思うよな。土着ソに。で、相手の方は銀になって成銀寄って取りに来ようとしてきてますね。そんな贅沢な取り方が許されるんですか。一旦飛車。いやー、これ打つ意味あるんですか。打つ意味あるのか、私にはわからないんですけれども、気づいた時そこに手が伸びていましたね。
気づいた時そこに手が伸びていて、で相手の方はこれどう受けるんやろ、合駒するのか。玉引くのはないと思うよな、なんとなく。そうですよね、玉引くようだとなんか入玉の味がなくなって面白くないと思うんで、もうなんかこれ行きがかり上、うん、玉上がってくると思うんですけど、これ一旦飛車成りで角どう受けるか聞いてみる。一旦ね、一旦ご機嫌伺っとくか。どうすんのって、角上がったらなんか桂馬取れるし、金寄るの2筋薄くなるし、角打ってくれたらまあ得でしょう。ここに角打ってくれたらまあ角手放した辛さもあるし、成銀から成銀で角取りっていう手ができるんで、ここの角打ってくれたら得かな。で、玉引いてくれたら、あの、飛車打つ前の局面を想像してほしいんですけど、玉引いたら、その飛車打つ前の局面からなんかゼロ手で竜が現れたみたいな局面になってるんで、こっちバカ得してるんですよね。バカ得なんで、まあ、玉引きなら、まあ、何指すかは知らんけど、まあ、得してるんちゃう。ゼロ手でこんなところに竜を置けたら、チートでしょ。それは2筋が薄いよ。それは違うよ。苗木くんの声が。いや、だから誰がわかんねんって。苗木くんは誰かわかるか。苗木くんはどなたかわかっていただけるんじゃないかと、私は信じています。いやー、でどうすんの同飛車？でも絶妙に角が効いてて、歩打たれるんですよね。同飛車なりなら同角。ただ同飛車で歩打った時に、もう角切る手が、竜切る手があって、同金に飛車なりで突破していくっていう。ただ玉上がられてな、なんか入玉を見せられる危険があるんでね。まあでも行ってみるか。こっち割と飛車の王手がすぐ飛んでくるわけじゃないから、飛車渡しさい、でこれで取って、飛車取るのはここに角打って詰みなんで、これは同金しかないんですけど、飛車を成っていくと、でここに合駒するのは同桂成りで取れて万々歳って感じなんで、合駒はしにくいんじゃないかな。だからそう上がってくると思うんですけど、一回桂馬取った手が金取りで入るのが、でかいと思ったんですけどね。これ金無視してもこうしてこうの顔見せてくんのかな。それはちょっと危ないと思うんですよ私。それはちょっとね。で、金とか打ってきてくれたら、ちょっと角打つって狙ってて、そこで玉グイってきたら、合駒したここの金を取って、同金に頭金で詰みみたいな、この瞬間に芝居てやろうと、そういう思想を私は今、抱えて生きてますね。いやー、それは薄いでしょう。その受けは薄いと思うよ、僕。いやー、でも、高校が強いのか？高校のルートが、角打っても、玉上がられて、高が防げないか。歩ついて高を防ぐはあるけど、角打って王手しながら、後々角成りとかで上部開拓されるからな。はー。もしかして入玉防げません？もしかして入玉防げないマンってこと？え、防げないマンな可能性ある？歩突き、角打ち、玉上がり、角なって角、金合い、同角なり同玉。いやー、なんかもうここ上がられたらデスゾーンな気がする。ここデスゾーンすぎて上がらせられない気がする。取ってきたら角打って、角打てば一瞬こう上がれないんで、そこでなんかしばきに行ってどうな。こうこうがデスすぎる。デスロードな気がしたんで、そこを防いでどう。いやー、この歩が一番のデスか。これが一番死にに行ってる。この手が死にに行ってる可能性はあるけど。死にに行くぐらいがちょうどいいんかな。意味不明やけど。これでどう。まあこれ歩取られるんですけど、角成りで。結局成銀で歩取る手もあったんで、なんかもうしょうがないかなみたいな。どうせ取られるしの発想。で、むしろ角打ってもらうと玉入場できて、こっちの玉安全になって、自玉を気にしなくてよくなるんで。いいんじゃないのこれ割と。次、角打って金合いしたら成銀寄るとかありますね。同金なら角で王様取る。金をな、取れれば、
上上がられても最後金で押さえつけるっていう手ができるんで、相当入玉されにくくなるんですよね。で、なんとなくこいつが、真のエース。行っても動いてないんですけど、こいつだけ。あ、まあ、香車と桂馬覗いたら。動くべき駒の中でこいつだけ一生2位としてて自宅警備員してるんですけど、いや、自宅を守る、自宅警備員が光る時代来るかもしれない。やっぱ時代は自宅警備員なんだよな。自宅を警備する存在が一番大事ですから、うん、こういう自宅警備員にこそスポットライトを当てるべきと、そういう思いでこの感動の対策を完成させたいと思うんですけれども、いやー、自宅警備員は自宅警備員のままな可能性もあるけど、まあ一旦角打ちますか。で、よく引くのは竜引きがあるから、で、金合いしてくるんですけどよって。で、金ボロはでかいでしょ金ボロはでかいでしょ。いやー、でもその時わからんな。その時わかんなくて。まあでも、皆さんに今まで黙ってたんですけど、入玉のセオリー教えちゃいます？今まで黙ってたんですけど、秘密情報だったんですけど、入玉のセオリーは、一番強い、上にいる一番強い駒をいじめるのがセオリー。で、こいつをいじめて、なんか逃げてるうちに風とか打って、こうなんかこう、こいつをいじめてるうちに、入玉をストップする土台を作ると。まあ、やらないけど、馬寄りなら金打ちとかで、馬いじめながらこう上がる手を防ぐとか、まあ、なんかそういうイメージですね。金ここに過剰、ここに投資するのはちょっと今過剰な気がするんで、馬寄られても金寄りはやらないんですけど、あ、金打ちはやらないんですけど、まあまあなんかそういうイメージ、そういうイメージで生きていくと、入玉は止めれます。なお私は入玉を止めるのが下手なことで有名です。はい。入玉止めんの下手なよな。入玉するのと入玉を止めるのが世界一下手なことで有名。嘘。いや、嘘かしら。入玉するのはほんまに苦手。入玉止めるのはまあ、得意意識もないけど苦手意識もそんなにないから止める。俺は止める。これで成銀取れるのはでかいし、次馬引けるんですよね。これ何気に。桂馬が効いてて。馬引いて玉上がったら馬がこう効いてるから、竜引いてこうコンビネーションで攻めていけば、多分これ詰めろなってると思うよな。だから。あ、同馬でしょ？同馬とかやってるようじゃ成銀消えたんでかいでしょ？今の手順に成銀消えましたからね。こうやって上の駒を手順に消していくのが、入玉を防ぐコツと。そう言われています。そう伝承されていますね。過去の偉人はそう言っていました。これ風雨って、どこ行くの？同馬！これは勝ったな。これは勝ったな、フラグ。これは上押さえれたんで、相当負けはないでしょう。で、銀で押さえれば、これがまた角打ち。寄ったら頭金、寄ったら金打ちで詰めろなんで、これは受からないですね。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、1局目はこんな感じになってます。いやー、これは悔しい将棋だったんですけど、まあ、角交換振り飛車から始まった将棋で、いい時間は、明日に触れてたらこっちいいんですけど、まあ、いい時間長かったんですけど、終盤で悪くなってそこから押し切られたと。で、どこではっきり悪くなったかっていうと、風ついたんですけど、これは強なりから竜引きで王手馬取りを食らったので、はっきり悪くなりましたね。かえって風つきでは、あ、ちょっと盤面見せてなかったか。風ついて、今金取られて悪くなったんで、まあなんか角とかの方が良かったですね。これで玉の横守っとけば、竜引かれても王手馬取りっていうことないですし、角がここ守ってるんで、こう、強なりから、金打たれても、同角と取れるっていう意味があるので、まあ、これで粘っとけば、こっちとしても、そう簡単に崩れないので、互角の勝負だったらしいですね。いやー、そうよなー。いやー、まあそうですね。そこが、ちょっとポイントで、本譜は風ついてしまったことで、ちょっと局面の均衡が崩れて、ここからは押し切られたっていう将棋でした。まあちょっとまとめるの難しかったな、この謎の盾の形をまとめきれず負けてしまいました。2局目の評価値はこんな感じになってます。上触れてたらこっちいいんですけど、まあこれは押し切った感じのグラフになってますね。まあこの将棋はこの角で銀を取りに来たんですけど、この角が成立してるのかっていうのが一つのポイントだったんですけど、この角打つ前がプラス400点で、角打ってからこっちプラス800点ぐらいに触れてるんで、まあ、角がちょっと、危なかったっていうところはありそうですね。
まあ、2筋の突き捨て入れてから単に打つかは難しいところなんですけど、まあ、筋としてはこの角ぶち込む手が結構厳しくて、同金同銀と攻めていった時に、角がいなければ飛車がこっちに逃げれたんですけど、角のせいで飛車が逃げれなくなって飛車が狭くなってるのが、相手の方としては痛いですね。で、どこ逃げても金打っていけば飛車積む形なので、こっちが良くなったと。なんで、まあ相手の方としては角打たない方が良かったっていうのが、ソフトの評価値的にはそうなんですけど、まあ、かえて何指すかですけど、まあなんか風とかして、風逃げながらちょっと攻め味を見せるとか、まああとはここ突き捨ててちょっと攻め味見せるとか、まああとは一発風打ってご機嫌伺うとかか、同金なら角打ちの飛車金両取りがあるんで、同金とは取れないんですけど、まあじゃあどこに金行くんですかっていう話があって、ちょっと一回ご機嫌を伺っておくっていう手もあったみたいですね。まあそんな感じで、角を温存して指したい方が良かったみたいなんですけど、本譜は、角に角打ちの切り返しが決まって、こっちがリードできて、まあその後も簡単じゃないんですけど、まあ、こっちが悪い局面はなくて、なんとか押し切って勝てたっていう将棋でした。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。